アーツクラフツはカナダ・オンタリオ州トロントを拠点とするインディペンデントレコードレーベル。主にインディーロックをリリースしている。アーツクラフツプロダクションズという音楽を中心としたメディア、アーティストサービスを提供する会社で世界中の独立系レコードレーベル、マネージメント会社、マーチャンライザー、パブリッシャーとして情報を提供している。2003年、 ジェフリー・レメディオスとブロークン・ソーシャル・シーンのケビン・ドリューによって設立された。最初はブロークン・ソーシャル・シーン関連のリリースに専念していたが、徐々に他のアーティストを世に送り出すようになる。インディーレーベルではあるが音楽賞に名を連ねるようなアーティストを輩出しており、カナダの音楽業界において重要なレーベルの一つとなっている。 2008年、アーツクラフツメキシコを立ち上げた、カナダの受納賞に、毎年のように作品を送り出しており、20以上の賞を獲得している。かつて契約していたアーティストを含む、ありがとうございます。